カキンゲームズ。ブン、ハロー YouTube。どうも、デカキンです。イエ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 イ、パフ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 、イエ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 イ。ということで、今日はですね、クラッシュオブキングスをやっていきたいと思います。CM で話題のクラッシュオブキングスなんですけども、結構今進めてみました。今の状態がですね、こんな状態ですね。ね、まだ雑魚いですけど、これ実は今外どうなってるかと言いますと、僕の城がここですよね。で、ここ見てください、これ。はい。ね。もう完全にね、モンスターに囲まれてるんですよ。で、これをちょっとね、なんとかしたいので、モンスターをバンバン倒していきたいと思います。今ちょうどですね、15時で、おやつの時間なので、もしこのモンスターを1体倒したら、ドーナツとか、おにぎりとかを食べれて、で、逆に僕がモンスターに負けるようなことがあれば、リクエストが多かったんですけども、僕が怖くて避けてきた、こちらの激辛ペヤング焼きそばを、食べたいと思います。まずはレベル2のやつからいきましょう。じゃあ、スケルトンを行きましょう。いけ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 。来た。来た。いけ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 。おお、もうちょっと、勝利って出るのが早いけど、勝ちましたね、これ。勝った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 。高いおにぎりです。この金のおむすび。たっぷりいくら熟成醤油漬けを食べたいと思います。はい、ということで、あ、すげえ、こんなに包み豪華なんだ。うん。これまだね、いくら言ってないけど、うまい。次行きましょう。まあ、レベル3行った方がいいですよね。徐々に上げていった方がいいと思うんで。じゃあ、レベル3のケンタウロス攻めたいと思います。じゃあ行きましょう。攻撃、戦ってる勝った早っ早速、美味しいドーナツを食べたいと思います。うまっ！入ってる！ポンデリングみたい！それではですね、次、レベル4ちょっと遠いんで、レベル5いっちゃいますよ、もう。レベル5のこのメデューサ、多分勝てると思うんで、メデューサいっちゃいます。凡人目震えるがいいって言ってましたけどね。震えるのはどっちだっていうことだよ。うちの王国なめんじゃねえよ。はい、到着しました。戦ってる。敗北。じゃあ早速ペヤング激辛焼きそば食べていきたいと思います。いただきます。完食しました。ということで、レベル5のメデューサに勝てなかったので、ちょっと、レベル4探しましょう。勝てるとこ探そう。もう遠くてもいいわ。痛い。こいつ。レベル4のケンタウロス行く前に、レベル3のケンタウロス、これ見つかっちゃう。これやばい。これバトルになんのこれ。どうすんのこれ。バトルになんの見逃してくれんの。こんな大勢でいいのに見逃してくれんのここ。股の下通ってったよ、なんなら。来た、倒せるだろう。え、勝った。え、どうな、勝ったんじゃない今。勝ったよね今、勝利で出たもん。来た、はい。僕が実はですね、一番楽しみにしてた今日のおやつがありまして、それがこちらですね。てんやの、かき揚げライスバーガー。ライスで挟んじゃう。すげえ。じゃあ、今日楽しみなやつなんで、いただきます。辛くて味わかんない。お腹の周り皮下脂肪、鼻から上だけはヒカキン。ツイキャスで言われました、お前は音の出ない人。毎日楽しみにしてます。皆さんからのコメント欄、朝起きてみると書かれてた、お前は森に帰れよデブファキュー。